俺、神羅東野が小さな島で過ごしていた人生はめちゃくちゃ平凡なものだった。幼馴染の柊木に死ぬほど鍛えられたり、地下アイドルのアリシアちゃんをひたすらに応援したり、あと漁師のおっちゃんに大人の絵本を買ってきてもらったり。あーって、これはいいか。ともあれ、5年以上前の記憶がない以外はとにかく平凡な日々を。あれ、でもよく考えてみたら学校は通信教育だったし、島の外に出たことないし、これって本当に平凡なのか。あ、まあいいや、それは置いておこう。とにかく俺が日常だと思っていたものは、アリシアちゃんが島に来たことをきっかけにガラリと変わってしまった。世の中にはグリムシードっていう悪い奴らがいること、そしてそいつらのボスであるグリムが俺の妹をどこかへ連れて行ってしまったこと、失った記憶や世界で起きていることを知るために、俺は二人とこの島を出て学園と呼ばれる場所を目指している。目指しているはずだったのに。なんで三人で一緒に寝ているんだろう。どうしてこんなことになったのか。始まりはアリシアちゃんの一言からだった。ねえトーヤ、疲れちゃった。というわけで今日はこの辺りで一泊しましょ。それはまずくない？まずいって何が？何がとおっしゃられても、あ、いやだってアリシアちゃんはアイドルなんだし、そういう発言はファンに悪いっていうか、いや俺もファンなんだけど。あら大丈夫よ、私は気にしないから。俺が気にするんだって。ヒイラギからも何か言ってくれよ。そうね、できれば今日のうちに学園についておきたいんだけど。疲れたわ、お風呂入りたい。諦めなさいトーヤ。そんなあっさり。お風呂に入りたいって言い出したら聞かないのよこの子。そうよ、今の私は聞く耳ゼロよ、諦めて。そう言われても。ねえトーヤ、お、ね、が、い。よし、今日はここまでにしておこう。だらしない顔しない。あだだだだだだ。ほら、そうと決まったらさっさと行くわよ。どうせ泊まる場所なんて決めてないんでしょ。それがね、タイミングがいいことにこの辺りに老舗のいい旅館があるのよ。温泉じゃないことだけがちょっと残念だけど。あんた狙ってたわね。何のことかしら。さてさて、善は急げよ、行きましょう。あらあら、結構いい部屋じゃない。おお、これが旅館か。トーヤは旅館初めて？うん、というか島から外に出ること自体初めてだから、旅館なんてテレビでしか見たことないよ。そうなのね。ねえトーヤ、旅館ではまず掛け軸の裏をチェックしなくちゃいけないって知ってる？え、なんで？掛け軸の裏にお札が貼ってある旅館は出るって噂なのよ。マジで？確認しなきゃ。はいはい、嘘教えないの。というかその前に、なんで3人で一部屋なのよ。仕方ないだろ、一部屋しか空いてなかったんだし。それくらい別に問題ないでしょ。トーヤとヒイラキは幼馴染なんだし、一緒に寝るくらい普通なのよね。普通じゃない。意外と奥手なのね。それじゃあ一緒にお風呂入るくらい？そっちの方が難易度高いよ。あんたの中で幼馴染ってどんな認識なのよ。夫婦一歩手前？常識ってものを勉強しなさい。それはそれとして、強引に話題を変えた。こうやって一つの部屋に大勢で泊まるのって修学旅行みたいよね。そうなんだ。
俺修学旅行って行ったことないからわからないな。私もないわね。そうだよな、ヒラギは5年前からずっと俺と一緒だったわけだし、アリシアちゃんだけか修学旅行を知ってるの。さて汗かいたし早速お風呂入らないと。ヒラギとトウヤも一緒に行きましょう。俺も？もしかしてこの旅館は婚約？そんなわけないでしょ、普通に男湯と女湯に分かれてるわよ。だよな。つまり覗きが楽しめるということよ。なんだって？楽しんだらどうなるか分かってるでしょうね。分かってるって。別に減るものじゃないのに。むしろヒイラギは少し減らしたくらいがちょうどいいんじゃないかしら。何の話よ。それは後のお楽しみってことで行きましょう。トウヤ。おお、これが露天風呂か。思ってたより小さいんだな。もっと池とか湖とかそれくらい大きいって思ってたけど、さすがにそれはないよな。うん、この木の壁ってなんだろう。なんでお風呂にこんな。ヒイラギとお風呂入るのって久しぶりじゃない？そう？学園に行くたびに付き合わされてるんだけど。あれ？二人の声。まさかこの壁の向こうって女湯なのか？なんてことだ。こんな薄い壁一つ挟んだ向こう側がパラダイスだとは。あら、トウヤそっちにいるの？何がパラダイスよ、アホみたいなこと言ってんじゃないの。聞こえてた。壁一枚しかないんだから当たり前でしょ。ああ、うん、それもそうか。そっちは空いてる？うん、他のお客さんたちはもう入ったみたいでガラガラだよ。そっちは？こっちも似た感じよ。ねえトウヤ、せっかくだからこっち来ない？よろしいのですか？本当によろしいと思ってるのかしら？思ってはないけど口が勝手に言うんだよ。アリシアもあんまりからかわないの。本気にしたらどうするのよ、まったく。その時はその時よ。少しは後先考えなさい。アリシアちゃんはすごいな、ヒイラギをそこまで振り回すなんて。こんなのまだまだ序の口よ。もっと振り回してあげましょうか？マジか。何する気よ。別に何もしないわ。嘘つきなさい。その手は何？なんでそんなにワキワキ動かしてるの？なんでもないわよ。ただヒイラギが前見た時より大きくなっている気がして。は？確かめてあげるわね。何触ってるのよ。え？いいじゃない、減るものじゃないし。ほうほう、これはこれはずっしりとしていながらもったりとしているわ。なかなかの手触りね。いい加減に。あら、あらあら、可愛らしい声が出てきたわね。ここかしら、ほらほら。やめなさい。ほら。何やってるのそっち。何をやっていると思う？もしかして。想像するな。力が入らなくなってきたみたいね。こうなったらさすがのヒイラギも肩なしね。おっと、動いちゃダメよ。動いたらどうなるか分かっているわよね。こうなるわよ。ちょっと、動いてないんでしょ。どうよそういうの。私は勝てばよかろうなのよ。その手つき。気になる。くそ、この壁さえなかったら。くそ、この壁さえ
あ。あら？ちょ。そんな、まさか壊れるなんて。何やってんのよ、このバカ！って、それより二人は何をやってたんだ？見ればわかるでしょ？揉んでたのよ！見れば…わあ！アリシアちゃんの可憐な手が、ヒイラギの豊かなおっぱいに！見るな！あ、ごめん！この後、俺の記憶は若干怪しい。ただ、旅館の人からもめっちゃ怒られたのだけは確かだった。